取引が延期されています。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今回の動画では GCC アジアの8月16日の取引が延期されますという情報が届いてますので共有したいと思います。はい、でこちらなんですけど、 GCFX グローバル投資ということで GCC アジア公式通知っていうことで、名前がね GCFX グローバル投資だったり GCC アジアだったりまだ安定してないですね。 どちらかに統一すればいいのになと思うんですけれども、はい。でお知らせ、8月16日の貿易、まあ、トレードですね。 GCC アジアの皆様、メンバーが今日投資パッケージを購入するために与えられた時間が長いため、当社の IT チームは午後4時までに投資パッケージを購入したすべてのメンバーが今日の取引に参加できるように MT4 データ更新に少し時間が必要です。取引の開始を遅らせますと。トレーディングチームが8月17日午前12時頃に取引を開始するため、メンバーは心配する必要はありません。 GCC アジアは今回皆様に成功をお祈りします。ありがとうございましたということでですね、まあ、まあこういう通知が流れていますが、要は、まあ、結構会員さん、新規の会員さんが、まあ、パッケージを購入するのにちょっと間に合わなかったんですかね。うん、ちょっとこの辺の背景がわからないですけれども、取引を延期するって結構大変だと思うんですけれども、まあ、何かしらのね、理由があって延期したんだと思うんですけれども、ちょっとですね、その、不思議っていうか理解できないのが、まあ、トレードなんでタイミングってあると思うんですよ。で、ね、金曜日、毎週金曜日にその、なんか雇用統計とかの、結果が発表されるから、それに合わせて取引をするっていうのが GCC アジアのいつもの、コメントだと思うんですけれども、今回ですね、8月17日の午前12時、まあ、お昼の12時ですよね、これ、に取引を開始するっていうんですけれども、FX って基本、平日しかやってないはずで、8月17日って土曜日ですよね、土曜日に取引できるのかなっていうのがものすごく不思議で、逆にそのメンバー心配する必要はありませんって書いてあるんですけど、ここがすごく心配です。はい、平日であればね、24時間FX は取引できるんですけれども、土日は基本為替市場お休みなので、ちょっとね、心配する必要はありませんっていう、何を心配する必要がないのかっていうのがちょっと疑問なんですけれども、ちょっと8月17日に延期できるのかっていうところがね、そもそも FX だったら、まあできないんですけれども、何かね、違うこう取引があるのかなと。FX 以外にもやってるんでしたっけ？ちょっとごめんなさい。私、そこまで理解できてなかったので、はい。まあいずれにしてもね、また多分17日の夜とか18日とか19日に結果は出ると思うので、で、ね、必ず A1 か A2 が勝つという、ね、仕組みを使っているので、まあ、会員さんは多分その点については会員さんは心配する必要はありませんということなのかもしれないですけれども、はい。ちょっとね、FX の取引だとすると土曜日はやってないので、まあ別のまた取引があるのかもしれないということでね。またこの辺詳しい方いたら、ね、ぜひですね、LINE アットの方に情報を入れていただけると、また共有できると思うので、はい。ということでですね、今回短いですけれども、まあ、取引が延期されると、ただし、まあ延期しても、その土曜日のね、お昼には、取引が開始されますと。で、土曜日は FX やってないので、多分なんか違う取引がされるんだろうなということで、はい、動画を撮りました。